おぐらまさつねおぐらまさつねおぐらまさつね3月22日から1961年11月20日は第6代住友総理事である第2次このえ内閣の国務大臣第3次このえ内閣の大倉大臣を務める関西渡航する明治8年旧金沢藩市裁判官の小倉聖路の長男として石川県金沢市に生まれる第4高等学校を経て 明治30年、東京帝国大学英法律学科を卒業後、内務省に入省、土木監督所事務官となる、山口県参事官の時、大学の先輩で、農省務省出身の鈴木雅也から誘われ、明治32年退官、住友に入社する、住友総理事の伊庭帝号や日本銀行理事から、住友に転身した川上金一に目をかけられる。 大正7年住友本店理事長。大正10年住友本店を合資会社に改組し、常務理事となる。昭和5年住友合資会社総理事に就任。住友財閥の最高経営者となる。以後10年、住友財閥の総推として、住友の企業経営を徹底して合理化する。昭和12年本社の株式会社化を実現したのを、はじめとして、 グループ各社の株式会社化を断行していった。この間、昭和8年貴族院議員に直線される。第2次、このえ内閣で無人所の国務大臣。第3次、このえ内閣で大倉大臣として入閣している。小倉は自由経済を信念としており、統制経済には反対であったが、戦時経済への移行を余儀なくされる。百四十二年に、戦時金融金庫初代総裁。 これらの経歴により、終戦後公職追放となる。1946年3月20日、貴族院議員を辞任した。昭和26年に追放解除となったが、第一戦には復帰しなかった。戦後の道徳後輩を嘆き、赤門神学会長、修容団講演会会長として、日本人の道徳復興を目指し、個人的にも健全一致の精神修養に励んだ。 大正5年に鈴木正也に随行して訪中して以来、中国の史跡を訪ね、様々な人種と交流した、アジア文化図書館建設委員会委員長として、全アジア各国との文化交流事業に尽力した、昭和36年死去、86歳、長女の久さしは、日本工業銀行、日産科学を経て、 日銀特有の時の山市証券社長を務めた日高明に嫁いだ異界勲章等ありがとうございます。